ここで仲間たちとよく一緒に。よし、ルリア、早速そのシルフ様ってやつに会って星の民の話を聞いてみようぜ。はい、人々と共存する星小獣シルフ、私たちも仲良くなれるといいですね。おかしいな、ランちゃんってばここで待ち合わせのはずなんだけどな。おい、知ってるか、あのシルフ様が突然復活した神竜ファフニールに食われたって話。え、嘘だろ。ファフニールって確か竜の巣に封印されてたはずだろ。ああ、それでオートでは大慌てでファフニール討伐軍を編成してるって噂さ。なんだって。シルフ様って星小獣シルフだよな。食われたってどういうことだよ。おい、そこのあんたたち、その話を俺にも詳しく教えてくれ。そのファフニール討伐軍は白竜騎士団のランスロットが率いているのか。カリアシ。おい、刈り上げ、おっさんの首が締まって落ちかかってんぞ。すまんつい熱くなっちまって。殺される。こちらあんた、故障だから頼む、教えてくれよ。俺は何も知らねえよ、許してくれ。なぜ逃げる、なぜ逃げるんだ。俺が誠心誠意を込めて必死に頼んでいるというのに。いや、多分刈り上げの兄ちゃんが必死すぎて怖かったんだと思うぜ。そうだったのか、俺は怖かったか。くそー。そんなことないです、私にはちゃんと誠意が伝わってました。ジョーちゃん優しいんだな、あんた。おいおい、そんなことより早くオートに向かおうぜ。あ、そうだった、俺も早くオートに向かわねば。で、待て、あんたたちもオートに用事があるのか。だったら俺が案内するよ。大丈夫かよ、この兄ちゃんめんどくさそうだぜ。いい返事だ、俺に任せておけば大丈夫だ。それに子供たちだけでオートまで行かせんのは心配だからな。ああそうだ、俺の名はベイン、オートに仕える白竜騎士団の一員だ。改めてよろしく頼むぜ。はい、ベインさん、こちらこそよろしくお願いします。さて、準備はいいか。この辺りは俺の庭みたいなもんだ、案内するからついてこい。あ、おい、いきなり走るなって。とにかく私たちもベインさんの後へついていきましょう。必死なんだよ。この国の王とベイドラッヘを守る白竜騎士団の団長は俺の親友なんだ。その親友がファフニール討伐軍を率いて戦場に出るかもしれない時に、これが落ち着いていられるか。そうだったんですね、それは心配です。私たちも急ぎましょう。ああ、それから言い忘れたが、この辺りは魔物が多いから気をつけろよ。おい、そういう大事なことは早く言えよな。楽しませてもらったぞ。
どうしたみんな。このペースだとオートに着くまでに日が暮れちまうぞ。はい、頑張ります。せかして悪いが、オートの仲間たちが心配で、1分1秒でも時間が惜しいんだ。やれやれ、やっぱりというか思った通りの熱血野郎だったぜ。しかしルリアはなかなか根性があるな。女の子なのに見上げたもんだ。ありがとうございますベイさん。でも疲れたらいつでも言ってくれ。その時は俺が抱えて走るからな。なんだよそれ。そん時は休もうぜな。そうしたいのは山々だが、シリフ様の身に何かあったら事態は一刻を争うからな。まあそうだけどよ。なーに心配するな。いざとなったらあんたも B 君もみんなまとめて面倒を見てやる。あれおかしいな。こっちで合ってるはず。あれ、あのあたりが確か。どうしたんですかベインさん。なんでもないぞルリア。おい、まさか道に迷ったとかないよな。細かいことは気にするな B 君。さあこっちだこっち。多分みんな止まれ。あそこの茂みで今何か動いたぞ。ちくしょう、また魔物かよ。構えろ。なんですかあなたたちは。あんたこそ一体何者だ。こんな薄暗い森の中で一体何をしていた。おいベイン、また必死になってるぞ。しまった、ついいつもの癖が。盗賊か何かかと思いましたが、どうやらそうではなさそうですね。私はソフィアと言います。旅の僧侶です。その王都を目指している途中に近道しようと横道に入ったら、すっかり道に迷ってしまって。なんだなんだ、あんたも道に迷っていたのか。それは奇遇だな。ちょっと待ちやがれ。今あんたもって言わなかったか。さっきこの辺りは俺の庭みたいなもんだとか、なんか偉そうに言ってたよな。まあまあ B 君、細かいことは気にするな。大体の方角は合ってるから大丈夫だ。俺は白竜騎士団のベインで、こちらが気空団の面々だ。ソフィアさん、はじめまして。迷子同士一緒に力を合わせましょう。はい。さあさあ、自己紹介はその程度にして王都へ急ぐぞ。それでソフィアさんは王都に何をしに行くんですか。私はこれから王様に直訴しに行くのです。直訴だって、こりゃまた穏やかじゃねえな。私は今聖地巡礼の旅の途中で、この聖少獣の加護により栄えし国に立ち寄ったのですが、洞国の谷の麓にあるルフルス村では、突然収穫前の作物が枯れてしまったり、生まれたばかりの赤子や老人が
次々に命を落としていく。謎の奇病が蔓延しているのです。なんだと？俺が王都に仕えていた頃にはそんな話は聞いたことはないぞ。まあ俺は体が丈夫だったから縁がないっちゃないんだが。詳しいことはわからないのですが、この国で何か異常事態が起こっていることは間違いないです。楽しませてもらったぞ。しかし、そのような異常事態が起こっていたとは聞き捨てならない問題だな。ファフニールが復活してシルフ様が食べられてしまったことも何か関係があるんでしょうか？まだ何とも言えないですが、そのあたりは私なりに色々と調査しようと思ってます。過去に病気の症状や作物の異変を記録していた村長が調査資料を持って王都に向かったそうなのですが、それっきり行方不明になってしまったそうで、おそらく魔物に襲われたんだろうって。そりゃまた気の毒な話だぜ。まずはシルフ様の問題が解決しないことには落ち着いて調べられないのですが。よし、決めたぞ。ソフィアが王都謁見できるように白竜騎士団団員として俺も協力するぜ。ありがとうございます、ベインさん。なあなあ、ベイン、あとどれくらいでオートに着くんだよ。あと少しだぞ。さっきもそう言ってたけどよ、もうずいぶん時間が経ってるぜ。さすがにちょっと疲れてきましたね。大丈夫ですか、ルリア？ちょっと休憩しましょうか。いよいよ俺の出番か。大丈夫です。こんなところでのんびりしてられません。ちょっと待ってください。遠くに城下町らしきものが見えます。おお、あれは王都フェードラーヘの南の城門だ。皆さんやりましたね。王都まであともう少しみたいです。イザベラ様、ファフニール討伐軍の準備が整いました。ご苦労だった、ランスロット。しばらくそこで待機していてくれ。はっ。カール国王様、このイザベラ、今回のファフニール討伐作戦に同行してもよろしいでしょうか？お主が誰よりもシルフの身を案じているのはわしが一番知っておる。気をつけて行ってまいれ。は、ありがたきお言葉、ご配慮誠に痛み入ります。では私とランスロットが率いるファフニール討伐軍は明朝王都フェードラッヘを出立いたします。白竜騎士団のベイン、ただいま戦地より帰還しました。ベイン、ランチャー、その呼び方はやめろ。場をわきまえろ。しかし
港まで迎えに行けなくて悪かった。ちょっとごたごたがあってな。気にするな、この通り無事に帰ってこられた。これ王の御前であるぞ。なんと、イザベラ様は相変わらずお美しい。以前よりもさらにお若く。デイン名、死後慎め。はっ、すいません。まあまあ良いではないか。久しぶりの親友同士の再会だ。ところで、そちらの方々は？こちらはここへ向かう途中で出会った気空団の方々と旅の僧侶です。ベイン、今は国の有事だぞ。そのような素性のわからぬ者どもを王の御前に軽々と招き入れるな。ああ、いやいや、大変なのはもちろん分かってますが、だからこそですね。よいよい、旅人たちよ、王とフェドラ家にようこそ。それからイザベラの非礼を許してくれ。今は見ての通り、王都が慌ただしくて皆ピリピリしていてな。して、そなたたちは何者だ？はじめまして、国王様。何もそこまで緊張しなくてもいいぞ。ざっくばらんに話してくれ。オイラたちは気候団だぜ。この国の人たちと仲がいいシルフ様って聖少女に会いに来たんだ。しかし、そのシルフがファフニールに食われたというのはすでにそなたたちも知っておろう。残念ながらファフニールを倒さぬことにはシルフに会うこともかなわぬのだ。ほう、我が白竜騎士団と肩を並べて戦いたいというのか。若いのに随分な自信だ。はい、私たちならきっと何かの力になれると思います。だからお願いします。しかし、これは我が国で解決すべき問題。旅の者の力を借りるなど。イザベラ、責務あるお主が慎重になるのはもっともだが、彼らの話に耳を傾けても。いいえ、やはりなりません。さあ、謁見は終わりだ。この者たちを外へ。はっ。ああ、ちょっと待ってくれよ。国王様、お初にお目にかかります。私、大僧侶ペテロの孫のソフィアでございます。なんと、そなたはあのペテロ同士の孫であったか。そんなすごい人なのか、ペテロとかいうやつって。ああ、ペテロ同士といや、全教に帰依する全ての僧侶を束ねるトップだ。すごい人のお孫さんだったんですね、ソフィアさん。祖父よりカール国王陛下のことはたびたび伺っております。私たちは共に目的を持ってこの王都を訪れました。確かにその奇病とやらも気になるが、今はファフニールという問題が。ですからまずは一刻も早くシルフ様の救出を成し遂げ、王都に平穏を取り戻す必要があります。私はそれからこの国の異変を調べるための調査をしたいと思っています。聖少女を刺激する少女と大少女の孫娘。ランスロット、お主はどう考える？はっ、ベインの推薦であるならば、私はこちらの気空団とソフィア殿の参加に依存はありません。分かった、
決めたぞ。そなたたち、改めてファフニール討伐軍に参加してくれるか。よし、ソフィア、一緒にファフニールをぶっ倒そうぜ。もしも怪我をしたときは私の魔法で治療しますので安心してくださいね。では決まりだな。そなたたちとソフィアには正式にファフニール討伐隊へ参加してもらうとしよう。イザベラも異論はないか。はい、皆がその者たちを信じるのなら私もこの国の命運をかけてみましょう。それに竜の巣に現れた謎の剣士の一件もあるので、こちらも戦力が大いに越したことはないかと。ではそなたたちとソフィアは今日のところは旅の疲れを癒すがよい。ランスロット、客人たちを部屋に案内してやってくれ。はっ。ベインっていいやつだな。あいつといると